こちら側が1人退場した、特にバックプレイヤーが退場した時の場合の攻め方ですね。ゲームメーカー、センターのポジションにポストの選手を配置します。ポストの選手を配置する。そこでセンターサイドクロスをしましょう。センターサイドクロスをする。センターサイドクロスをする。その時にポストはパスをするとここに入ります。ここに入る。サイドはこの瞬間に2対2をこの部分の2対2を狙うんですけれども、ダメだったらバックプレイヤーにパスを返す。その時にバックプレイヤーは大きく動いて、大きく動いて、ここ狙いに行きます。狙いに行く。ここを狙いに行く。そこで2枚目の選手を引き寄せる。となると、ここに広いスペースができるので、ブロックを張る。サイドに落とす。サイドからポストにパスが落ちる。もしこの時守れない、狭い範囲でうまくいかないとなると、慌てずに戻しましょう。そしたら、サイドはパスをしたら、切っていきます。切っていく、切っていく、切っていく。ここに入る。それに合わせて、逆のバックプレイヤーにパスをします。すると、このバックプレイヤーは、この段階の広い1対1、もしくは、ここの状況の2対2、見えますか ?2 対2。2対2。を攻めに行きましょう。1対1。1対1。打てるなら打つ。もちろん。アウトに行って、来たならパス。サイドが来たならサイドに飛ばす。こういう判断ができるかなと思います。まあ、そこもうまくいかないと。うまくいかない。そしたら、バックプレイヤー同士でパス交換をしながら、狙いながら、狙いながら、やればいいと思うんですね。バックプレイヤーに時間をかけながら。うちが5人なので、そんな慌てる必要はないと。だけれども、動きの中で、前を狙う、ディフェンスを寄せる、パスをする、動く、ってなった時に、同じように、どこにスペースを作るかですね。今この状況だったら、どこにスペースができているかというと、ここですね。ここ。広い2対2。広い2対2になってます。広い2対2。なので、意図的にディフェンスを操作して寄せると、位置を早く取って、このまま2対2をやりましょう。2対2を。この状況で。だけども、この状況は難しい。難しい。右利きのバックプレイヤーがここを狙いに行っていくのもいいんですけど、ディフェンスが寄ってしまう。なので、この状況で、1対1行く。1対1。1対1。もちろん、ディフェンスは寄ってるんだけど、この瞬間にしれっとポストはサイドに降ります。サイドに降りる。このサイドのディフェンスは、なかなか気づかないんですね、それに。これに対して、1対1をして、サイドにずらす。で、ポストプレイヤーになりますけど、ここから広いスペースのサイドシュートが狙えるんじゃないかな、と、僕は考えてます。今のところ、うちのチームではやらないけど。以上です。